はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回はですね、こちらご覧ください。なんと4月の3日にね、アップデートされた、もので追加されたこちらの衣装、庭師の新しい UR 衣装を使ってね、ちょっと試合の方やっていこうかなと思います。いや、めちゃくちゃ可愛いんだけど、見てください、背中にちっこい霊を背負ってますよ。何これ。わー、ちょっと、声回してるね。いや、すごいねこれ。お、ハンター来たかな。やばい、これはちょっと、大変な感じになっちゃった。もうチェイス頑張っていきましょうか。で、今回のね、この衣装なんですけれども、なんとですね、あるものを、記念したね、衣装となっておりまして、それがね、アーノルド&パッペッツという、第五人格の新しいアニメ、がね、今後始まるんですけど、それを記念したね、衣装と、ね、なっております。はい、なんでね、まあ、その、おそらく、その、アーノルド&パッペッツのアニメで出てくる、レオのね、キャラクターが背中にね、背負われているのかなと、思います。最近ね、アノルド&パペッツというと、無料のピエロの SSR 衣装がもらえるで結構話題になっていたと思うんですけど、まあそれのね、シリーズの衣装という感じです。さあ、チェイスしていきましょうか。いや、ほんと可愛い。この頭の電球が最高だよね。でですね、この衣装なんですけど、まあ今日この動画投稿日の4月3日からね、実装されておりまして、これちょっとは、ま、さすがに間に合わないね。お、待って、間に合うかも。まあ、さすがに。はい、これは。まあ、でも、エマちゃんね、ここで殴られたら、小円球で加速するし、あと、バリアも途中から生成されるんでね。あ、まあまあまあ。まあ、まだいいでしょ。お、待って、炭鉱。お、炭鉱じゃ来てくれた。やばい。これ、マジで、助かる。お願い、助けて。お願い。あ、でかいぞ、これ。うわー、ナイス。やば、天才。板当てたのすごくない？いや、ナイス。でですね、この衣装をゲットするにあたってね、注意点というのがあります。それがね、なんと、この衣装が、登場した最初の週、はですね、安くこの衣装をゲットすることができます。はい、なんで、この衣装をゲットしたいなって思っている方は、必ずね、その最初の週にね、買うようにしてください。普通だと2888エコーなんですけど、最初の週だとこれがね、2308エコーになって、まあ、大体580エコーぐらいね、安くなるんですよ。これ普通に買おうとすると大体約1000円ぐらいかな。あ、さすがにこれは間に合わなかった。おおおお、応援すぎてくれてた。まあ、でもこれでまた次のバリアがあれでいい感じだね。はい、なんで大体1000円ぐらい安く買えるので、ゲットしたい方は絶対にね、最初の週で買うようにしましょう。で、こちらの衣装ですが、なんとかけらでもね、ゲットができまして、12888かけらでね、ゲットができるので、まあ、かけらがいっぱいあるよって方はね、かけらでゲットするのもおすすめです。はい。もうほんとね、今日のこのアップデートなんですけど、まあ、この衣装、実はね、この衣装だけじゃなくて、他にも、いろんな新衣装が出てるので、まあ、結構このエコーをね、節約したりだとかは、必要になってくるんでね、そういうね、ところはね、結構皆さん覚えて損はありません。さあ、これどうだ？半分救助間に合うかな？お！まあ、半分は超えたけど、どうだ？さあ、あと何パーセントぐらいだろう。あー、でもね、僕にはバリアがあるからね。お、あと2割、あと2割、オッケー、あと2割ならいける。走れー！さあ、エマちゃん！レを背負いながら、走れー！あ、いけたかな？いけたっぽい、ナイス！いや、いいですね。いや、素晴らしいですよ。まあ、今日は実装されたいろんな衣装あるんですけど、実はね、エコー限定っていうのが、まあ、たくさんありまして、COA、過去の COA の、優勝記念衣装だったり、あとは忍者の初級シリーズの衣装、こういう衣装はね、エコー限定になってますんで、まあ、僕的におすすめなのは、そのエコー限定なのはエコーで買って、こういうエマちゃんとかのね、かけらで買えるやつはかけらで買うのがいいのかなとは思っております。はい。で、まあ、ちょっとね、この試合、もし終わったら、次は忍者の衣装もね、ちょっと使ってみようかなと思っているので、まあ、ちょっと2試合目もね、楽しみにしててください。さあ、ゲート開けよう。あ、かわいすぎる。ほんとにかわいいな。頭に書いてますね。アーノルド&パッペッツって書いてますね。いや、かわいい。いや、ほんとに楽しみ。今回のこの第五人格のアニメですからね、めちゃくちゃ楽しみよ。あとよく見たら首に、鹿の罠が、あるね。うん、鹿の罠でさ、このレオをさ、こうやってくくってんの可愛すぎるよね。リュックサックみたいにしてるもんね。ちょっとさ、もうちょいなんかアップで見れないかな。ちょっと、これでアップで見れる？で、これ可愛いでしょ。これ可愛いでしょ。レオが背中にいるの。可愛いね。皆さんもぜひね、こちらの衣装をゲットしてください。じゃあちょっとね、2試合目、次は、おばかわーが危ない危ない。忍者の衣装を使って、ちょっとね、やっていこうかなと思います。はい、ということで、続いての試合はですね、こちら、新しく追加された忍者の速球シリーズの衣装を使っていこうかなと思います。
あ、いや、美しすぎないか。やば。で、こちらの衣装はね、ですね、忍者の、始業式というね、名前のね、衣装となっております。はい、もうちょうどね、時期的にもね、始業式を、間近に控えてるね、方多いと思いますけれども、始業式にしたらちょっとかっこよすぎるけどね、なんだろう、音楽の先生とかかな、なってるとしたら。いや、なんにしてもかっこよすぎるけどね。で、この訴求シリーズの衣装はですね、まあ、先ほどもちらっと映したんですけど、課金限定、エコー限定の衣装となっておりまして、で、こちらに関しても初週で買えばですね、安くなっております。普通に買うと1388エコーなんですけど、初週で買うと988エコーということで、まあ、これもまた、大体まあ400な、まあ、何十エコーかな、お得になっているので、まあ、大体約1000円ぐらい、お得になってますんでね、やっぱりね、これに関しても、ゲットするなら最初の週です。もう絶対に。特にこういうエコー、これ、あ、おお、新しい携帯にかっこよ、かっこいいな、新しい衣装に関してはね、本当に全部、この初週では、お得になっているので、まあ、大体お得になってるんで、最近はね、初週で買いましょう。お得ですか、1000円お得で買えるって普通にやばいからね、あ、バカバカバカ、普通にやばいことなんで、あ、で、少女がまあ奥にいるのか、どうしよう、おー、うまい、それはうまいですね、それ上手。どうしようかな、もうちょっとでも追ってみようかな。あ、いいよ。この訴求シリーズっていうのは、もしこのね、キャラクターが初演に来なかったらというね、そういった設定の、衣装と なっておりまして、だからちょっとね、今までと違う、雰囲気のね、が見れるんですよ。さあ、これね、ほんと瞬間移動できればしたいんですけど、まあでもまだちょっといいかな、ここ。まだちょっとオフェンスを取ってみるか。あ、惜しい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 。さあ、ボールを、おー強気オッケーいやー、めちゃくちゃ強気に来たね。かっこいいね、新しいね、携帯品もね。で、この衣装さ、これがいいね、この忍者のこの、杖というのか、この武器の、この弾のところのこの感じ、すごい好きです。さあ、ということで、残り3台ですけどね。はいはいはい。はい、行くよー、体力、出るね。え、あ、バカ、バカ、あ、バカバカバカだ何やってんだろうな、本当に。今、忍者も結構ランク目でたまーにバンされることがあると思うんですけど、まあ、どうだろう、ランク帯によってはあんまないのかな。まあ、なんですけどね、今日から、アイビーがね、ランク待ち実装されるということで、あれです。もう気にせず使えると思います。今後は多分ね、アイビーと、オペラ歌手のバンがもう筆頭になってくるのかなと思うんでね、忍者がバンされることはもう今後本当になくなると思います。うん。はい、それぐらいね、新ハンターが実装されるっていうことはね、大きいんですよ。うん。さあ、これね、結構ね、実はまずい。実はまずいです、割と。実は割とまずい。あー、まずい！それ、うまいな！やばい！腰振られる！危ない！危ない、危ない、危ない。危ないね。このね、スタンするタイミングで、スタンさせられると、すっごいめんどくさいんだよな。タンコシャやだ、タンコシャやだ、タンコシャやだ。危ねえ。危ないね。お、締め遺体でガンガン見えてますね。これちょっと、あれだな。回復されたくないよね、ちょっとね。回復させないようにしよう。オフェンス行こう、オフェンス行こう。もう誰もね、あれさせない。オッケーオッケー、止めた。はい、回復止めたよ。よーし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 。で、オフェンスを、追っていくと。3つ目ですからね、オフェンス。あ、惜しい。ちょっと待って、これ電車乗られちゃう？電車乗ってないな。電車乗ってないぞ。電車乗ってないぞ。ほら惜しい。当たれ。よーし、当たったー。よいしょー。さあ、これで2つ目だね。なんとかなりそうね。よしよしよし。ほい。さあ、続きますよ。ほんと、今後のね、第五神学のハンター環境がもうめちゃくちゃ楽しみです。僕の予想はアイビーも全然使えないんですけどね。あ、使えないという予想はね、しておりますけれども。さあ、どうするどうするどうする、回復はさせないよ。ほんとこの指名手配強いよね。で、しかも次2釣り目ですからね。あ、そこで回復するならこうするけど。こうよいしょー、はい、地球、今日の地域これね、飛べるんですよ。ここ忍者飛べるんですよ、実は。すごいでしょ、これ。すごいね。気持ちいいよね、これ飛べるのね。よいしょ、はい、最高。ここまで負荷が入っていけば、いいでしょ、いけるいける。いいじゃん、ほんと、一人飛んだらだから。ここ、間に合う。よいしょー、オッケー。いや、気持ちいいね。最高です。
はい。あとこれに通っていくか。だから、あとまあさっきは衣装の話したんですけど、今回まあ、オフ、安くなってるのが全部で 4つくなのかな、4つの衣装なのかな、うん、まあ、全部初週で買ったら、まあ、大体3500円ぐらい多分安くなるのでね、これに関しては衣装全部ゲットしたいなって方も全部全部ね、あの早めにゲットしましょうね。よし、 あと2人、でも体力全然回ってないからいけそう。よし、オッケー、いいね。さあ、残り2人になったらもうよ、もう逆転難しいよ。雷がする。足跡はないね。どこにいる？あ、見えたぞ。炭鉱者今いたな。炭鉱者いたけど、まあ、正直ね、これ回復を触るまで待っていいんですよね、正直ね。もう何もしなくていい。サバイバーも炭鉱者と少女なんで、宝箱とかもね、拾えないし。まあ、色が入るまで待ちます。はい。色が入ったとこに瞬間移動やら、まあ、ここからだったらね、ジャンプでね、行けばいいんでね。あ、回復した。少女？あ、少女だ、少女だ。はい。回復したね。飛ぶ？どうする？飛ぶ？いや、まだ飛ばなくてもいいな。僕で、あ、来た。僕はね、ずっとこれを狙ってたから。あれー、ここじゃなかった。あれー、マジ？あらー、ちょっとカッコつけようと思ったのに。近かったみたいね。じゃあ、こっちでいいわ。やった、あ、うまいね、それ。でも大丈夫。2回連続で当てれば、メンジャー入ります。で、炭鉱者回復回します。で、炭鉱者のところに瞬間移動します。はい、完璧。いいじゃん、最強。この機動力ね。本当に楽しい。本当みんな、忍者を使ってください。楽しんで。よし。OK。あ、でも今は、でもやっぱ忍者よりアイビーか。うん、アイビーね、バンされますけど、めちゃくちゃ楽しんで、本当に、忍者よりも楽しいかもしれない、正直言うと、アイビーはね。本当にあの、キャラ楽しんでね。今やるならアイビーの方がいいのかな。もう使えないけどね、バンで多分ね。さあ、ということで、あと一人。頑張って。あ、声が聞こえる。どうし、あ、めっちゃいる、めっちゃいる。めっちゃいる。逃がしてあげるか、かわいいし。ちっこいしね。うん、この人、始業式っていう人だから、小学校かな、小学校、いや、幼稚園、小学校の始業式かな。始業式なんで、もうちょっとだと思いますので、皆さんね、新学期ね、なる方はね、新しい学校生活ね、楽しんでください、本当に。羨ましいです、もう。本当にね、学校、もう超羨ましい。ね、楽しいもんな。救助しないで。ダメよ、ね。ダメよ、救助したら。ねえ、ダメだよ。ピースじゃないよ、ねえ。これからって。ダメよ。ほらね。あ、じゃあ行きましょうか。家に帰るよ。家はどこかな？蜂に蜂あるかな？あちあちないね。こっちだね。あっち行こう行こう行くよ。あ痛いね。痛いね。あ、ついてきなさい。こっちですよ。こっちですからね、ついてきなさい。あ、かわいいね、本当に癒されますね。はい、ということでね、今日の動画をね、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんもね、お得にね、検証をゲットしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。